おはようございます上前です上でシグマからね 35mmF1.4 アートレンズが発表されたということで昨日ねそれを知ったんですけどソニーのね E マント用のレンズもあって最近ねソニーのね 35mmF1.4G マスターレンズを購入したということで昨日のねこのニュースを見て 35mmF1.4 にもう一つ G マスターレンズが出た時にオプションがあったらこれ買ってたかなっていうのとかねちょっと考えてみたりしてたのでそういうに思うことっていうのをなんか皆さんと共有できたらと思って今撮影していますはいこれがね最近買ったソニーのお気に入りの G マスターレンズ 35mmF1.4 えー、っていうレンズなんですけど、フォーカスブリージングのね、問題とかいろいろあって、なんか最初買うのどうしようかなとかって思ってたんですけど、まあ買ってね、結局良かったので、夜の撮影なんかはもこれをひたすら持って撮影しています。シグマの新しいレンズと、ソニーのあたあー、まあ、新しい、まあ、35mmF1.4G マスターレンズね。まあ最初に、ね、レンズを買う時って違いから見て、まあ値段を見たりとか、こっちよりこっちに価値があるかなとかね、そういう風に決めていくので、私が えー、G マスタレンズ持ってない手でスペックとかを見て最終的にどっちにするかっていうない手でね 考えていきたいと思います。手元にね、このレンズはないので、海外のね、YouTuber さんの、ジェラルト・アンダンさんと、えっと、マニアオティスという人の,あの動画結構よく見るんですけど、クオリティとかね、そういう実際使っての使用感っていうのを、その人たちのレビューを通して、まあ、自分だったらこっちを買うかなっていうのも考えていきたいと思います。まず値段なんですけど、氷価格っていうよりは、今販売予定のこのシグマの公式サイトと、ソニーの公式サイトで購入した時の価格を参考に していきたいと思います。今回出たシグマの新しいレンズがシグマのサイトで10万4500円。 なんですよ税込み。で、ソニーのレンズが19万8000円、税込み。っていう感じで、ね、結構ね、おっきな価格の差がついてて、その差9万3500円。この差額でね、レンズが1本買えるぐらいの, <laughs> あの差額ではあるんですけど、この値段の中に入っている内容っていうのを、えー、ちょっと比較していきますけど、まあ、どっちもね、11枚刃なんですよ。で、11枚刃で、シグマでいったアートシリーズで、ソニーで言ったら GM シリーズっていう、ハイエンドシリーズのね、 えー、レンズになってます、まあ、クオリティとかそういうのももちろんそうなんですけど重さと大きさ結構重要なので、えー、それからいくとソニーが 524g。 で、えー、シグマの方が 640g。このね、ソニーのレンズね、まあ、シグマに比べたら 100g 以上は軽いっていうレンズになります。100g はね、自分の中では大きい方ですね。シグマがね、75.5mm 横幅が。で、縦幅が111.5。ソニーのレンズなんですけど、これが 76mm 横幅が。で、縦が 96mm で、まあ、シグマよりね、この縦の、ね、幅っていうか長さが、えー、低め。 なので、まあ、身長が低めのレンズになります。なのでね、まあ、コンパクトっていうことですね、シグマよりは。まあなるべくね、コンパクトであった方がね、あの運びやすいので、私は結構このサイズ感っていうのは大事にしてるんですけど、まあ、ソニーのレンズの方が、ここのカテゴリーではいいなと思っています。フィルター系は 67mm で一緒で、もう一個個人的にこうであったらいいなっていうのが、えー、最短撮影距離と撮影倍率、寄れるレンズですよね。物を撮るときに、どれだけ この絵の中で大きく映すことができるかっていうのが結構ポイントになってくるんですけど、まあそれが撮影倍率なんですよ。どれぐらい大きく映せるかっていうの。で、最短撮影距離っていうのは、まあどれくらい近づいて映せるかなんですけど、えー、最短撮影距離が、ソニーはね、27センチオートフォーカスの状態で。で、マニュアルだと25 5センチ。オートフォーカスとマニュアルフォーカスで近寄れる距離が違うんですけど、えー、シグマはね、これを統一して30センチになります。まあ、シグマの方がソニーよりはこの被写体に寄れないっていうことになるんですけど、じゃあ撮影倍率はどうなのかっていうことで、ソニーがね、0.23倍。これがオートフォーカスの時。で、マニュアルフォーカスの時が0.26倍ってなってます。で、この数字が大きければ大きいほど、画面上で映るものの大きさが大きくなっていくので、撮影倍率が低めのものだとこれくらいで、 まあちょっと大きめのものだとねこういう感じとかねこれがねこの中で同じ距離で撮影してるのにこの倍率が違うっていうのがあるんですけど、まあ、これが大きければ大きいほど、まあ、大きく物を写せることができるので、まあ、小さいものね例えばコインとかお花とかそういうのを写すときに撮影倍率が大きいと大きく写すことができるっていう、えー、シグマの方が0.185倍っていうことで、まあ、シグマの方が まあ、大きく映せないの、プラス近寄れないので、まあ、被写体がね、ちょっと小さく映ってしまうっていうことなんですけど、まあ、この点においてもねソニーの方が優位ということで、まあ、このカテゴリーでも、まあ、ソニー。 いうことになりまますけど使用感、まあ、これはね、動画を参考にしての、えー、話になっちゃうんですけど、このレンズについてね、細かく、えー、調べている YouTuber さんがいて、その方の、ね、動画のリンクを下に載せておきます、概要欄の方に。細かく、あのこの性能っていうのをテストされてて、まあ、それで気になるのが色収差、色収差がね、結構気になりましたね。あの色収差っていうのは枝がこう生えてたりして、空に向かって写真をこう撮った時に、結構このコントラストの大きい場所で、あの色収差って言ってね、この木の、 枝の縁とかに緑だとかあの紫だとかあとは菜園みたいなね色でちょっと色がのっちゃうんですよ。普通は まあ枝だと茶色のはずなのにそこに色がのっちゃったりとか枝に限らずコントラストの強い場所でね結構出たりするんですけど強く出てると例えばね洋服とかでチェックの黒と白のチェックとかねなんかこうコントラストが分かりやすいよく着てるとそこにね出たりするんですよこの色がのっちゃったりしてちょっと変な感じに見えたりとかするときあるのでまあこれ写真だったらいいんですけど動画だとね編集でえなかなか消せないのでまそれを考えたらこれがない方が 優秀なレンズっていうことなんですけど、それが結構このシグマの新しいレンズ F1.4 35mm は盛大に出るっていうことで、まあこれはね結構気になりますね。あの、私ソニーの 35mm1.8 っていうレンズを 購入検討してたんですけど、この色収差が結構出るってことで検討して、まあ、その時にちょうどね、G マスターレンズ出たので、まあ、こっちにしたんですけど、このシグマのね、アートレンズっていう、まあ、上位モデルでそれが出る、で、この値段を払うっていうんだったら、ちょっと考えるポイントになりますね。で、このレンズ、映像の解像度とかキレっていうのが近いものを映す時に、ソニーの G マスターレンズより劣るっていうことが、 今この動画の中で紹介されてて近くに映した時にどのものにもあんまりパチッとフォーカスが決まってるものがあるように見えないというかなんかそんな感じで映るっていうのを動画の中で紹介されててあの広いね心を映すんだったらあれなんですけど物に近寄って映す時になんかその解像度のキレというかそういうのがね分かりにくいっていうなんか面白いレンズなんですけど解像度っていうのね結構やっぱり大事だと思うんですけどその点においてもねソニーのレンズがいいのかなと。 思いました冒頭で話したんですけどこのレンズでちょっと懸念していたことがフォーカスブリージングフォーカスをね当てるときにこう画角が、はい、こういう感じでね横今、えー、変わってると思うんですけど画角がこう狭まったりとか広がったりとかこの 35mm のね F1.4 G マスタレンズ、フォーカスブリージングが大きくて、まあこれが気になるって方も、まあ、いると思うので、写真だったらね、そんなになんですけど、動画だと結構ね、この画角が、えー、フォーカスが 映るたびに変わるとちょっと気になったりするところもあるので、まあそれでね、購入検討ちょっとしたところもあったんですけど、このシグマのレンズも結構あるらしくて、まあそれだったら、まあソニーの G マスターレンズとシグマのレンズを選ぶときにフォーカスブリージングでどっちかにするっていうのは、えー、あんまり大差なさそうなので、ここでどっちを選ぶっていう決定権にはならなさそうだなと。 思いました私が買うか買わないかを決断する決め手となる要素っていうものはこれくらいなのでまあこの中で多分すごい違うのは値段なんですけどまあ最終的にまあこういろいろ考慮した上で93,500円っていうこの G マスターレンズにそこまで出す価値があるのかどうかっていうことだと思うんですけど私個人的には G マスターレンズに行ったと思いますはいどっちにしてもどっちがあったとしてもやっぱり 性能が優れてるっていうところと、まあ、自分のね、この必要な希望リストにより当てはまっているのは G マスターの方なので、93,500円の差を考えたとしても、まあ、G マスターレンズを買ったと思います。まあ、ね、約2倍ぐらいの差ありますけど、結局妥協して買ったとしてもやっぱ気になるんですよね。やっぱり一番いいこれを持っておけば間違いないっていうレンズをね、やっぱり欲しくなるんですよ、絶対。それだったら先にこの104,500円使うよりは貯めて、 こっちを買った方がいいっていう、私はそういう考え方なので、こっちにどっちにしようしたと思います。このレビュー動画で言ってたのが、あの、35mm のね、1.8っていうレンズがあるんですけど、あの、ソニーに。これ無印レンズで、このレンズを買おうかって迷ってたレンズなんですけど、色収さが結構あるっていうことでさっきお話ししたんですけど、まあ、その問題を考えたら、シグマのレンズ、まあ、F1.4 っていう明るいレンズではあるんですけど、比べて1.8のレンズっていうオプションもあるのかなってちょっと思います。今ね、購入検討されて ててまあ GM、レンズちょっと高額であの出せないやっていう人ねでも3 5ミ、mm、リ欲しい明るいレンズが欲しいっていうんだったら3 5ミ、mm、リの、えー、F1.8 ねこっちも、えー、購入検討してもいいんじゃないかなと思います解像度もね、まあ、さっきお話ししたようにこのねシグマのレンズもね近くを撮るときにちょっと解像度がんっていうのがあったりとかソニーのねこの1.8っていうレンズもね 中心はまあいいと言われてるんですけどちょっと外側が甘いとか言われてるのでこの2つをね解像度で考えても1.8でもいいのかなと個人的にはシグマのレンズとこの2つだったら多分私は F1.8 のソニーのレンズに。 したと思いますはいあのすっごいコンパクトでねソニーのね G マスター 35mm よりよれたと思いますでフォーカスブリージングがほとんどなくて動画にもすごくいいし軽いしジンバルにもいいしっていうことで、まあ、G マスター以外でね検討するってことだったら1.8のレンズ ソニーの無印レンズもいいのかなと思いました。一応シグマもね、絞っていくとね、2.8ぐらいで、この全ての問題っていうのが改善されていくようなので、まあ、それを考えたらね、明るいレンズを買う意味あるのかっていうのはなってきちゃいますけど、まあ、だったら、このソニーのね、1.8、まあ、これもね、絞ればね、いろいろ問題は改善されていくので、ソニーのレンズでいいのかなって思ったりもします。ということで、ちょっとずれましたけど、シグマの新しいレンズとソニーの G マスターレンズ 35mm、どっちも比較したら、まあ、最終的にね、どっちにしろ私は このソニーのジマスタレンズを買っていたと思うという結論に至りましたまあ、参考になるか分かりませんがこの動画がね参考になれば幸いですということで、えー、毎日動画上げているので動画が良かったらいいね評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いしますでは皆さんまた明日お会いしましょう